はい、ということで皆さんこんにちは、浅岡修でございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではスニーカーやファッションにまつわるレビューや店頭抽選の様子を中心に、バンドの音楽活動、食や旅といった幅広いカテゴリーの動画をお届けしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、本日はですね、綺麗に晴れた2月5日、めちゃめちゃ寒い朝でございますけれども、私事ではございますけれども、昨日2月4日でですね28歳になりました。今年もね、誕生日を迎えてですね、28歳の今年はよりいろんなことにねチャレンジしていきたいなと思いつつですね、やはりね動画作りのクオリティを上げるというのはですね、まあ編集もそうなんですけど、動画の内容なんかもね、どんどんいろんなことチャレンジしていきたいなというふうに思っておりますんで、28歳の朝岡修何卒よろしくお願いいたします。さあ、ということで、肝心の本日なんでございますけれども、今日は2月5日の土曜日ということなんですが、とあるスニーカーがリリースということでですね、まあ、2月最初にして、かなりですね僕も欲しいなというふうに思っている急ぐのリリースなんですが、ナイキからのリリースですね、エアージョーダン1レトロハイ OG のダークハニーナブルーというですね急ぐがあるわけなんでございますけれども、全体的にねロイヤルカラーの新しいねカラーバリエーションみたいな感じなんですが、今日はオンラインとね店頭の2種類発売がございまして、オンラインはねナイキのスニーカーアプリスニーカーズがあるんですけれども、その他にも店頭抽選を行っているのがアトモスさんと、あとは東京23ということで、いつもですね、アトモス横浜の方に行くんですが、アトモス系列店の方のですねドレスコードを僕は持っていないということで、今日はですね久々の東京23、東京23の方にですね抽選に行こうかなというふうに思っております。今日はねスニーカーズでまず、チャレンジしてから東京23の方にね行って、店頭抽選というところまでお送りしていこうかなというふうに思っております。とりあえずまずはですね車で原宿の方にですね向かいたいなというふうに思います。さあ、ということで原宿近辺に来たんですけれども、ここからはちょっとまずスニーカーズチャレンジということでやっていきたいなというふうに思うんですが、今ねちゃんと安全のために路肩に止めてチャレンジしようかなという感じなんですが、こちらですねスニーカーズで、今回はベビーサイズまで展開あるファミリー展開ということなんでございますが、私はこちらのねメンズサイズをチャレンジしていこうかなっていう次第なんですが、結構青の色味が濃そうですね。多分ロイヤルよりかなり濃いというお話聞いておりますんで、まあ、周りのねブラックのレザーの質感とかもまあちょっと変わってくるのかなっていう気がするんですけれども、まあ、まずはこちらのねスニーカーズで、まあ、前回ねこうパテントベッドの時に潔くスニーカーズで手に入れられましたんで、今回もちょっと景気よくね、なんか巷ではね数が多いとか言われておりますけれども、もうね買えなかったらねもうそれは数が多くても少なくても同じでございますんで、まあ、ちょっとね頑張ってスニーカーズの方で手に入れていきたいなというふうに思いますね。さあ、いつもかかってこい。さあ来ましたということで抽選開始。今回抽選方式なんですが、あ、10分間、よかった。これ30分間だったらどうしようって思ってたんですけれども、今回は10分間の抽選式なんで速さは関係ないですね。なんでゆっくりエントリーしていきたいなと思います。はい、ということでエントリー完了いたしましてですね、あとは待つだけって感じなんですが、もう10分間抽選して多分5分以内ぐらいに結果来ると思うんですけど、前回のパテットブレッド40分ぐらい待たされましたので、ちょっと円滑なね結果を期待したいなと思いますが、近々で発売があるものについてちょっとチェックしていこうかなと思うんですが、来週の火曜日こちらですね、チャンピオンシップゴールドとダンクローがですね発売と、これは他の店舗でもあるんですかね、アトモさんとかあれば並びに行きたいなというふうに思っておりますけれども、このちょっといなための感じが可愛いですね。まあカレッジ系なんでもう持ってて間違いないなというカラーでございますけれども、このダンクが来週火曜で、その次木曜日とんでもないブレイザーが待ってますねこれ、はい、アクロニウムブレーザーロー、これかかとどうなっちゃってんのみたいな近未来な感じ、新しい最高築感があって、またこれはこれでねアクロニウムらしいこの SF 感がですね非常にかっこいいなと思うブレーザーですが、これなんと2色展開なのかな、こっちもありますね。なんかアッパーが傷ついてんのかなんのか知らないですけど、なんかこれでもちょっと実物見てみたいなっていう感じはありますけれども、こんなアクロニウムブレーザーとこちらウィメンズダンクのなんかようわからんですけど、このゴールドとシルバーみたいな感じの
で、デュブレがね、ちょっとギャルっぽいですね。うん、なんかそんな感じのウィメンズダンクが控えておりまして、で、このエアフォースは何なんですかね。なんか数式の途中から紐みたいになってるようなですね、特殊なエアフォース1が2色。これも全部ウィメンズですね。ほんと最近ウィメンズのリリースが多いですけれども、朝岡個人的にはこれがめちゃめちゃ気になってるんですよ。2月11日のこのエアトレーナー1、オリアンダーって書いてありますけれども、僕てっきりこれね、トラビス・スコットコラボかなと思うぐらいですね、トラビス風味がめちゃめちゃ出てるんですね、一足なんですけれども、このゴツゴツ感、いいですね。この不器用な感じがですね、めちゃくちゃそそられる一足なんですが、これ確かアトムさんもアナウンスしてたんで、これ来週並びに行けたらいいかなーなんていう風には思ってますね。それ以外は、特に、新規の、発売はないという感じでございますけれども、ということで、とりあえずはまずこのエアジョーダン1ね、あと5分ほどありますんで、じっくり待っていきたいなというふうに思います。さあということで、あともう50秒を切りましたけれども、果たしてどんくらいで結果が来るんでしょうかね、今日はね。まあ、幸いね、もうあの原宿の近くには着いてるんで、まあ、これが終わり次第並びには行けるんですけど、ここで取れちゃったら取れちゃったでまたちょっとね、動画的にはってところもあるんですが、まあ、何より欲しいってところ大優先なんで、僕のアカウントが火吹いてほしいですね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ということで締め切られましてですね、さあお祈りタイムです。あとはお祈りタイムって感じなんですけれども、パテントブレッドの時は本当にね、40分かってゴッテムとかザラにありましたんで、なるべく 2,3 分で来てくれるとね、心の準備的にも嬉しいんですけれども、ということで2月一発目のチャレンジ、28歳最初のチャレンジもありますんで、獲得していきたいですね。頼むぞ。やーばー、来たー、パテントブレッド以来来ました。もう無理だと思ってましたけど、なんとまさかの17分後にゴッテム来ました。やったー。だけどどうする、もう並ぶ分かった。これは、じゃあ僕、今からまたね、東京都市に並びに行きますけど、僕がじゃあ店頭で当たったら、視聴者プレゼントにしましょう。そのためにちょっと並びに行ってまいりますんで、皆さんの期待を背負って、僕は今日並びに行きたいなと思います。さあということでですね、車を降りて今 T23 の方に向かってるわけなんでございますけれども、いや、びっくりびっくり、スニーカーズゲットと、ちょっと最近調子いいですね。まあこれもね、ナイキさんからの誕生日プレゼントだというような、捉え方をしておりますけれども、ここからは視聴者の皆さんのために朝岡並んできますよ。まあ並びの人数どんなもんなんですかね。前回並んだのアママニエルかな、あん時は結構300人400人ぐらいって結構大変そうでしたけど、今日のはどうなんだろうな。スニーカーズで結構多分当たってる人もいると思うんで、当たったと思って並びに行くのやめる人もいると思いますが、ここら辺も含めてちょっと現場レポしていきましょうかね。さあということで今 T23 の方の近くに来たんですけど、今ね10時10分ぐらい、10時半締め切りで10時10分ぐらいで今60人いるかいないかぐらいですね。ちょっとね、いつもに比べたら少なめなのかなという印象なんですけど、これねちょっとまたすごいんですよ。今日こっちね、手前が T23 なんですけど、僕ネイバーフットがですねめちゃめちゃ並んでる。今日ね多分ネイバーフットの春夏の立ち上げっぽくて、まあ、植木場所がねいろいろハイプなものが出るってことで、なかなか多分ネイバーと T23 同じぐらい並んでるのかなっていうぐらい今日並んでるんで、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、スプリームかなと思ったらその下のネイバーフットですね。いやはやドキドキでございますけれども、まあちょっと T23 の数がねどんくらいあるのかっていうのが全然わかんないんですけど、その列並びながら多分トータル100いくかな、ちょっと引き続き待ちたいと思います。
さあということで今引いてまいりまして、なんと当選ということで、なんとね今回驚きのですね60番まで当たりなんですよ。全部で並んだのが151人ぐらいかな、で60番まで当たりなんで、多分最近で言うとめちゃめちゃ多い方なんじゃないでしょうか。これが、まあ、そのメンズの展開が60番まで当たりなのか、それとも GS とかネットドラとかそこら辺まで含めたのが60なのか、ちょっとそこら辺わかんないんですけど、とりあえず35番で皆さんのプレゼント買っていきたいなというふうに思います。今のうちにチャンネル登録しておいてください。ちょっとね、集合時間まで待ちたいなと思います。さあということで今東京23の方に行ってきましてですね、じゃーん、はい、しっかり皆さんの分を確保してまいりました。で僕ね35だったっけな、その時でね、もうね出稼ぎほぼほぼなかったですね。28とか 8.5 とか僕の前世はほぼほぼなかったんで、じゃあこのね一足が何センチなのかというのはですね、このプレゼント企画の詳細を後ほど公開しますんで、その時にぜひ確認していただければなというふうに思いますし、並びのね詳細なんかもちょっとそこでね聞いたいなという感じなんですが、ちょっととりあえず体が冷えたんで飯取り行きましょうか。さあということで、ここははるばる横浜の方に帰ってきたんですが、今日の飯テロはですね、僕がですね最近感動したラーメン屋さんがなんと横浜にもあるということで、かましたいと思うんですが、それがこちらでございます。はい、どんということで、こちらラーメン林田、なんと横浜にあったんですよ。俺知らなかったわ。行ってみましょう。はい、来ました。この林田ののどぐろラーメンね、もうこれはもうたまらんすよ。これはねかまげんせずにはいられないということで、いただきたいと思います。さあということでお家帰ってきましたけれども、やっぱ林田ね、俺新宿で出会ったんですけど、横浜あることですね視聴者さんから教えていただきましてですね、いやもう本当にあれが身近に食べられると思うとめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、相変わらず最高のラーメンでございましたんで、横浜か新宿にいらした時はぜひ行ってみてください。さあそして今回はドンということで、こちらのダークマリーナブルー AG1 手に入れることができましてですね、まあ僕のマイシャイはですねスニーカーズで確保できたんですが、今回こちらはですね視聴者プレゼントということにしたいと思います。久々のプレゼント企画でございますけれども、まあ、これからもね、まあ、スニーカーズで買えて並びに行って当たったりしたらですね、まあ、こういったプレゼント企画もやっていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ今後の楽しみにしていただければなというふうに思いますし、今回はですねサイズが 27.5 です。9ハーフですね。僕が入った時は、28以上なくて、一番大きいのが 27.5 でございまして、まあ、一応ゴールデンサイズかなというところで欲しい方いらっしゃるんじゃないかなということでですね、今回買わせていただきました。まあ、今回ね T23 はかなり数多かったんじゃないですかね。60番まで当たりってなかなか最近では見なかったんですけれども、まあ、結構前の方の人は大きめをね買ってたということもあって、まあよりね僕スニーカーズで買えててよかったなって話なんでございますけれども、まあ、こちらはですね視聴者プレゼントということでですねお届けしたいと思います。でこちらのですねプレゼントの応募方法についてなんでございますが、まずはですね私のチャンネル登録ですね、こちらと今回の動画の高評価、そしてですねこちらの動画へのコメントと、あとですね概要欄の方に応募フォーム貼っておきますので、そちらに記入いただいてという感じでございますね。で一応締め切りは来週月曜日までぐらいにしようかなというふうに思いますので、そこで抽選という感じでやらせていただきたいなというふうに思います。ぜひ 27.5 のダークマリーナブルー欲しい方はふるってご参加ください。ということで明日もねダンクの並びなんかもありますんで、今週末は久々に忙しい週末でございますけれども、頑張っていきたいなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価のグッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお待ちしております。 See you next movie。 じゃねー。